タジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですね、はい、やっぱりサイドバックもしっかり相手のサイドバックをマークしなければいけなくなる。そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいということですね。かなり積極的な布陣と見てもいいんですか、ね。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になるんですね、はい、でそこから競技時にそのコースのバランスを見ていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3 の中盤の3ですよね、このインテリオールがやはり中盤そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、ここが機能しないとそのツリーラインということは保てなくなりますから、はい、やっぱり中盤が大事になってきますよね、うん、さあファーストハーフ見ていきましょう。横浜 F マリノス対ヴィッセル神戸。まあ、ゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね、はい、そのためには立ち上がりから積極的にチャレンジして自分たちのサッカーをすることをまず心がけることですよね、うん、なるほど。まずはこのゲームの立ち上がりです。さあつながるか、柔らかいボール、山口、スルーパスを狙う、もっといいボールでしょ。プレッシャー、セルジ・サンペル、酒井、中坂へ抜けてくる。神戸としては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね。シュート、スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。神戸が今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。さあどうする、こぼれてますよ、畑中、扇原から緩いフィードボール、マルコス・ジュニオール、果敢な飛び出しでしたね。いやいいですね、まさにこのタイミングっていう時に収まりましたからね、これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。佐々木、裏へ届くか、おいい形じゃないですか。さあシュートに行くのか、さあボールを追う、危ない、中は枚数います、すぐ上げる、キーパー直接処理しました。酒井、スルーパス、このパスが抜ける。まだこの前半スコアに動きは見られません。裏へのスルーパス、マルコス・ジュニオールから長いボール縦へ、カウンターを仕掛けていきます。裏へ出るか、いいとこ入りますよ、素晴らしいパス、シュート、先制、 F マリノス。攻守が入れ替わってからの一連の流れ見事でしたね。いや綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手は分かっていたとしても今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。
さあ F マリノス先制ゴールを決めました。1対0。まあこのまま波に乗るのか、ね、逆に返されるのか、リスタート後のワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。はい、サンペールから大きく縦、ここ来ましたよ、拾いたい、あいい展開ですね。さあ中はいる、酒井に渡る、どうだ、中坂どうする、サンペールからこのフィードパス、ボールが上がる、そのままキーパーが抑えました。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。パスをつなぎます。ボールを下げてリズムを作るか、マルコス・ジュニオール、スルーパスを狙う、打った、シュート、あー、パスを受けてシュート、しかし決まりません。タイミングのいい浮き球パスでしたよね。完全に空間を支配しましたけどもね。 F マリノス決定的なチャンスを収めることができませんでした。ふわっと裏を狙う、シュート、止めた、縦へのボール、これはチャンスだ、いやー、同点、ヴィッセル追いつきました。いいですね、この展開動いてますね。F マリノスはここでベンチが動きます。これで今日のゲーム面白くなってきました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。松原からのフィードボール、オナイウ、来た、勝ち越し、 F マリノス。前半終了間際、一本抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。そうですね、出し手と受け手の意思疎通、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。さあ F マリノス待望の1点をもぎ取っています。裏を狙う、裏へ飛び出した、松原、チアゴ・マルチンス、天野、木田へ素早いパスで攻め上がっていきます。山口、一旦戻します。この柔らかいパス抜けてくる、シュート、止めた。さあどこに出してくる、オナイウ、
チャンスを演出できるか。キーパー、おっと素晴らしいシュートだったんですが、ここで笛。差は1ゴール。さあここでお話を伺います。前半は点の取り合いになりましたね。ですけどまだ 2-1 ですから、お互いに気の抜けない点差ではありますよね。次の1点がこの試合のポイントになりますよ。Fバリドスとしては特にチームとしてのいい部分が出てましたよね。後半もさらに仕掛けてくるでしょうね。横浜 F マリノス対ヴィッセル神戸。マリノスが前半で2-1、今のところ1点リードしています。後半です。ベルマーレン、菊池、ベルマーレン、酒井、スルーパス、この位置で受ける、中央へ来た、シュート、いやー、ピンポイントで合わせましたが決まりません。サイド崩されましたよね。突破されて中央も守りきれてないですよね。今のは神戸、入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。神戸はここで選手を変えます。さあ神戸、同時に2人の選手が入れ替わります。ティーラトン、畑中、チアゴ・マルチンス、松原、裏へ届くか、いいボール入りますよ。ここはオフサイドありません。クロスを上げる、届きません。オナイユ、ボールはクリア。来た、これは。さあどうする。これはつながりません。自分で行く。神戸は先ほどから前線に何枚か選手が残っていますね。そうですね、前の方で虎視眈々とカウンターを狙ってる感じですよね。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数が足りないですよね。で、一人一人の負担が増えてしまうのではないでしょうか。まあ確かにそうなんですけどもね。逆にボールを奪った時には、まずこの選手に出せばいいので、気が楽な分もあると思いますけどもね。前線の選手に預けさえすれば、とりあえずラインも上げられます、はい、さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。さあ神戸、2人の選手を入れ替えます。扇原、裏のスペースを狙う、来たか、この位置で受ける、クロスを選択、来た、ツーゾーン、オナイユ、素晴らしいポジショニングでした。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、侮れませんね。F マリノス、チャンスを迎えたシーンがありました。神戸、これは奪い返します。扇原、オナイユ、さあ左へ預けて、 F マリノスボール、イニエスタ、ここは読んでいました。裏を狙っていきます。スペースを狙う、このボールはつながりません。オナイユ、さあ一気にカウンター、オナイユへのボール、スルーパスを出す、来たか、シュート、来た、追加点、 F マリノス大きな追加点。これはもう相手チームがどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなカウンターでしたね。
これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングも良かったですよね。今日2点目のゴールです。両チーム同じタイミングで動いてきます。オナイユ、今日は得点を取りチームに貢献しました。さあ F マリノス、これで2点差、リードを広げます。 F マリノスとしては監督が描いたイメージ通りに今日は進んでると思いますね、はい、この後のプレーがだいぶ楽になると思いますけどもね。そうですね。松原、ミドル防いだ。イニエスタ、さあここでカウンター、つながります。いけるか。さあつながるか。これはどうだ。チャンス来た。来た。どうだ。シュート。これはよく止めました。そうですね、難しいボールでしたけどもね。いや、よく止めましたね。ここで見せてくれました。オーケー、どうする。 F マリノスはここクリアで難を逃れます。パスをつなげます。さあ右へ預けて、ここで丁寧にコントロール。中人数揃っている。一旦後ろに戻して、うまく詰められましたからね。裏へ届くか。さあ来たか。これ仕掛けるか。中で味方の選手が、おっと、フリーだ。ハッセ、この人は攻撃参加を非常に好む選手です。かわした。このパスを防ぎます。酒井、カウンターを仕掛けます。アーチのようなパス、来たか。シュート、おー、ゲット。ヴィッセル、素晴らしいプレーでしたよね。さあこのゴールであと1点というところまで来ました。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もここぞという瞬間でしたよね。マリノスが最後の交代枠を使います。さああと1点です。神戸、まだ急げばチャンスありますよ。 F マリノスとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。スペースを狙う。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。これをカットします。裏のスペースを狙う。裏へ抜けた。収まった。フリーだ。いや、追加点。 F マリノス、これがダメ押しゴールになるのか。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。
さあ F マリノス、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。この時間帯で2点差にできたのは大きいですよね。はい、ここからもうチーム全体で時間を使いながら、まあそういった感じになるでしょうね。そうですね。さあどこに出してくる、ボールのこのパス、シュート、来た、ヴィッセル。後半アディショナルタイム、シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発、タイミングバッチリでしたよね。これはバセルノってシンプルに見えますけども非常に難しいんですよね。そこのポイントしかないですからね。非常に素晴らしいゴールになりましたよね。今日2点目です。さあ神戸、ここで笛です。4対3、 F マリノス1点差、接戦を見事制しました。さあ試合が終わりました。今日は点の取り合いになりましたし、お互いの持ち味を存分に発揮できましたよね。最後まで本当目の離せない白熱した試合でしたね。そうですね、ありがとうございます。激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。そろそろ放送時間もなくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。マリノスが1点差で勝利しました。